今回はテレビの生放送、ネット生配信中に起こった放送事故を4つご紹介したいと思います。それでは見ていきましょう。 IKEA の椅子。2016年2月24日に放送されたヒルナンデスで起こった放送事故で、 IKEA の椅子をオードリーさんが椅子の耐久性をアピールして紹介するシーンで、春日さんが椅子に何度も体重をかけて追い打ちをするかのように、若林さんが春日さんの体を強く押し込み力を加えた結果、630万回の耐久テストにクリアした椅子をオードリーさんは8回で完全にぶっ壊すといった爆笑放送事故が起きました。 IKEA からはクレームが来るかと思いきや、この放送事故のおかげで注目が集まったことで、結果的にこの椅子の売り上げは上がったそうです。配信中の火事。2015年10月4日、ダースケさんはマインクラフトのライブ配信中に購入したものを紹介するといった生放送をしていました。その購入したもので、アウトドア用着火器具のオイルマッチを紹介しました。その中で視聴者がオイルマッチに対してどうやってつけるのと質問したところ、ダースケさん本人も着火の仕方を分かっておらず、オイルマッチをつけるべくダースケさんは試行錯誤し始め、オイルをこぼし、それをティッシュで拭き取り、拭き取ったティッシュのいくつかを自身のそばに置きました。その後なんとかオイルマッチに着火することに成功はしましたが、勢いよく立ち上がった火に驚いてオイルライターを手放すのですが、手放した場所にはオイルを拭き取ったティッシュに置いてしまい、そこから炎が燃え上がり始めました。焦ったダースケさんは燃え上がっている火種を段ボールの置かれた場所に移し、さらに燃え盛り、一杯の水をかけますが余計に炎が燃え盛り、収拾がつかなくなっていったところで、とどめに布団で仰いでしまった結果、手がつけられないほど炎が燃え盛りました。最終的には投稿者は消え、ただただ燃え盛る炎に部屋が包まれていく様子が映し出され、そのまま終了しました。アキラ 100%。 2018年のお正月特番、第51回爆笑ヒットパレード2018で生放送中に放送事故が起こりました。当時お盆で陰部を隠し、目にも止まらぬ速さでひっくり返すという芸風で人気だったアキラ 100% さんは、この正月番組の生放送でもおなじみの芸を披露する予定だったのですが、正月特番だったこともあり、いつものお盆ではなく金河新年と書かれた箱で芸を披露するはずだったのですが、正月の生放送で失敗できないといういつも以上のプレッシャーを受けていたこともあり、芸に失敗し、正月の生放送中に全国に向けて陰部を露出してしまいました。芸に失敗してしまったアキラ 100% さんはそのまま土下座をしながら舞台袖に消えていきました。後にアキラ 100% さんは死ぬ前の走馬灯のようにゆっくりと箱が落ちていきました。本気の土下座は初めてだったと振り返っています。ですが芸を失敗したアキラ 100% さんはその後スタッフからおかわりいけると同じネタを再度披露してもらいたいと頼まれ、2回目は見事に成功しました。報道ステーション。2017年に放送された報道ステーションで強盗のニュースを取り上げてニュースを読み上げていたところ、突然あつ森という音声が入り、テロップが表示されてしまいました。すぐにアナウンサーがあつ森と出てしまいました、失礼いたしましたと謝罪しましたが、この数秒の流れをネット上では面白がり、この放送事故を元にしたネタ動画が数多く投稿されました。いかがでしたか？この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。